武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年も始まりました。自宅でオンラインの指導も受けることができます。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。武田塾長の中森です。武田塾教務の高田です。中森先生が思う、はい、受験生が一番嫌いな教科って何ですか？でも絶対そうで言ったら数学な気もするけど古文かな。なるほど、はい、そうですよね。古文苦手って人多いですよね、はい、で今回届いてるのが古文の読み方教えてくださいという質問が届いてて、それちょっとテーマで話しましょうか。なるほど。古文読むってどういうことなんだろうって話だよね。ああ、それお願いします。東大とかだったら全訳書けるぐらいまで理解しなきゃいけないと思うんだけど、はい、ほとんどの入試は別になんか全訳はできなくていいんじゃないと思いますよね。まずみんな古文の先入観を取ってほしいと。全訳しなきゃダメは違うんだと。であと全訳は基本的にできないというより、その全訳っていうのは本文をそのまま訳すことじゃん。だけど、はい、古文って本来省略があるから、はい、その省略を補った上で訳さなきゃいけないっていうのがあるから、はいはいはい、訳すっていう感覚でやってると多分訳せないと思うんですよね。なるほど、うん、システム英単語とか2000個とか単語覚えるわけじゃないですか、うんうん、古文単語だって315個とか565個とか、うん、同じ文章なのに語数が少ないわけですよね、うんうん、それだけ載ってないものがたくさん出てくると、はい、当然訳せない部分もあるということですよね、うん、特に現代語訳と本文に比べてみたらよくわかると思うんですけど、はい、本文と現代語訳で現代語訳の明らかに長いでしょ。その本文を本当にそのままストレートに訳しただけだと読み取れない情報、自分で補わなきゃいけない情報があるってことなんですよね、あれ。でそこはまず理解していかなきゃいけないかなっていうふうに思いますね、はい。じゃあまあ武田塾のルートでも、まあ、最低限単語とか文法とか覚えた上で読解に入ろうねというカリキュラムになってるわけじゃないですか、うんうん、でその上で文章を読むときできる人はどう頭を動かしてるって表現しましょうか。あらすじが理解できるかどうかが一番重要かなっていうふうに思う、うんうんうん、古文って読むってどういうことかって言ったときに、多分僕も高田先生の僕言ってるのが、はい、イメージ化とか、はい、映像化って話をしてると思うんですよね、はい、そうですね。場面が思い浮かぶかどうか、うん、登場人物なんかこんな人が出てきて、はい、こうこうこういう会話しててこんな話でしたみたいなことがイメージできてるかどうかってすごい大事だと思うんですよ。めっちゃ大事ですね、うん、だからその武田塾のルートでも一番最初に怖くない、うん、あの漫画になってるやつ使うじゃないですか。なんでかって言ったら、はい、ここで書いてある本文ってこういう話してんだよっていうのを分かってもらうためですよね、うんうん、全訳しようというと細かいところの訳どんな訳がいいのかなって考えがちじゃないですか。でそこ細かいところはいいんだよと、うんうん、ざっくり今どんな人がいて誰が誰に何をしようとしてるのか、うん、このセリフはどんな内容でそれは誰から誰に向けたものなのか、場面を頭に思い浮かべることに全力を注ごうということですね。そう、はい、でそれをやるためには、はい、やっぱねある程度問題解かなきゃいけないと思うんですよ。なるほど経験がある。本当に古文読んだことない人は状況が想像できないことって結構あると思ってて、うん、特に物語文とかそうだと思うんですけど、いきなりあの神様出てきたりするじゃないですか。仏様とか仏様出てきたりとか急に夢の中でなんかこう魔物が出てきたとか、そうそうそう、食べられたとか ね夜一人で外を歩いてるのがめちゃめちゃ恐怖がこうあったりとか、それ状況なんか古文常識知らないと分からなかったりするとかもあったり、はい、ある程度問題解いたことある人だったら知ってるようなセオリーみたいなものが結構あって、はい、イメージ化するためにはそもそも問題ある程度やんなきゃいけないし、かつ全訳にこだわらず大体どういう話かっていうのを抑えていかなきゃいけないしっていう、そのあたりがすごい大事なんじゃないかなと思います。僕やらしてるのは、うんうん、あの読めないって人がいたら古文の文章に動詞に全部丸つけてって話します、うんうん、でその動詞に、全部主語を振ってっていう話をしてますね、はいはい、うん、この動詞誰の動作なんだろうっていうのを考える癖をつけないと省略を補うってことができないんですよね、うんうん、だから強制的に考える習慣とかをして省略を素通りすることがないようにしてほしいなと思いますね、うん、僕実際多分特訓とかで昔自分が教えた時よくやってたのが、はいはい、ちょっと音読してって言って本を読ませるんですよね、はいはいはい、読んでる最中にで、まあ、動詞が出てきた瞬間に、はい、これ誰主語、はいはいはい、っていうのを聞いて、で会話出てきた瞬間に、はい、これ誰から誰にっていう聞いたりとか、はい、和歌とかがこれ誰が誰に対して読んだ歌みたいなのに毎回毎回そこを補ってほしいところをこうその場で横で口出しして聞いてた感じです、はいはいはい、いやそれができるとめちゃめちゃ古文の内容理解高いですね、うんうんうん、はい、だからこれを自分でやろうと思ったらやっぱその現代語訳とかで一回解いた問題とか見比べてみて抜けがあると思うんですよ、現代語訳とその本文の中で、はいはい、そこにこう記号かなんかつけておいて、それを補う練習からやっていって、で次以降の文章で同じことをその普段から本文読んだ時点から意識できるように練習していくとだいぶ有利になるかなと思います。
はい、この古文はそのイメージ化場面を理解すること、そして省略を補うことがめちゃくちゃ読む上で大事なテクニックです、はい、で、全訳をする必要はないです、はい、その正しい古文の読み方をみんな身につければ古文も、読めるようになります、はい、頑張って古文、取り組んでください、はい、今回は以上です。先日私高田が武田塾高松校に行ってきました。カフェスタイルのおしゃれな教室で、さらに働いてる先生たちもすごくいい先生たちばかりでした。ぜひ皆さん武田塾高松校の動画概要欄から見てください。